妻こんにちは。今日は、沖縄那覇市、国際通りから市場本通りに入りまして、市場本通りからずっと歩くと太平通りに入ります。太平通りの最終まで歩いてもらったらこの道路に突き当たるんですけど、この道路の手前に一万屋、これなんか先ほど聞いたら糸満のことを一万って言うんですね。先ほどここのおばあに聞いたら、ここのお店は51年間いろんなね、ほらいろんなこういった座菓子がね置いてあるんですよ。楽しいでしょう。あまり宣伝するとお客さんがいっぱいになって、これ何、シークワーサー黒糖だって。へえ、250円、すごいな。俺も懐かしいね、昔。沖縄によく来てあるビジネスマンがお土産で買うのがこれ結構多いです。お土産で、お土産で。うわーすごいな。これ相当多いです。いや、こちらの方ですか。はい、沖縄です。ちょっと顔を取らせてもらっていいですか。はい、大丈夫です。まあすごい、もうちゃんと沖縄の方がこんな、もう安い、これいくら、230円。安い。スーパーで買ったら500円ぐらいする。スーパーで買ったら500円ぐらいするんですって。すごい、ありがとうございます。すごいなあ、こんなんが190円、すごいなあ。これこんなたくさん入って、なんか損して売ってるんちゃうかな。本当そうですよね。ねえ、本当にこれが沖縄の人のねえ、うちなんちの心、ここのおばあの心やな。このボンタイ飴、先ほど買ったんですけどね、もうなんかこれもいくらだったっけな。すごいな。ちょっと今日はあのね、おばあに頼んで撮影させてもらってるんだけど、おしゃれなおばあだからおしゃれなおばあよ。おしゃれでしょ。80何歳だって。87歳。87で、ここのお店の社長してるんだからすごいな。これも懐かしいよね。なんか味噌飴だって、お味噌の飴、すごいな。すげえすげえ。もうここの社長さんはもうおしゃれ社長で、はい、ということで、元カレです。あ、違うね。はい、ありがとうございました。